徹底検証岩波書店広辞苑の台湾記述どこが問題か。 日本を代表する国語辞典として知られる広辞園の話題です。広辞園に書かれた台湾をめぐる部分が日本や中国、台湾で大きな波紋を広げているということなんですね。この問題、先月一部の新聞でも報道されました。内子田さん、これどういう問題なのか改めて教えていただけますかはい。これ、まあ、工事園っていうとね、まあ、我々の商売にとってはもう欠かせない辞典、辞書ですけども、はい、一般の方にもね、すごい馴染みの深い辞書ですけどね。そのね、広辞園の中に、まあ、日中共同声明、 という項目があるんですけども、はい、日中共同声明というと1972年にね、あの日本と中国の間で結ばれて共同声明を出したという、その項目の説明文の中でですね、<え>日本は中華人民共和国、これ中国ですね、はい、を唯一の政党政府と認め、台湾、これまあカッ中華民国、書いてありますけど、ねはい、がこれに実質的に帰属することを承認したというふうにまあ書かれてるわけなんですね。はい この記述がすごくまあ問題になってるんですけども、ええ、台湾というのはまあ国としては、ね、日本は特にまあ承認してないですから、はい、大使館、正式な大使館はないんですけども、台湾の大使館に当たる民間のまあ外交機関があるんですけどね、ええ、そこがもう早速この工事園発行してる岩波書店に、ちょっとこれおかしいじゃないですかと、<ー>訂正してくださいっていう、まあ、訂正を求めるね、抗議をしたということで、はい、新聞もこれを報じまして問題が表面化したということなんですけどね、ええ、でその問題について、フォーサイトでね、常連筆者ですけども、野島剛さんという、まあ、台湾 中国関係の専門家の方ですけれども、この人がちょっとこう検証してみようということで記事を書いてくださってるんですけども、ね、はいえー、その広辞苑なんですが、現在第6版から第7版に10年ぶりに改定されたものが、えー、今度の1月12日ですから4日後ですねに発売されます。で、改定のタイミングということもありましてですね、その岩波書店の対応が注目されています。去年12月の22日にホームページ上で見解を発表していますね。 そうなんですね。これ、まあ、今でも見られますけれども、この、工事園改定する第7版では、先ほどご説明したね、この記述に変更はありませんと、変更しませんと、はい。いうことを表明しまして、はい、一緒にですね、工事園のこの第6版で記述しているこの内容については、ええ、岩波書店としては誤りであるとは考えておりませんと、いうことも表明しているんですね。ええ。これはどういう、その主張を言ってることになるんですかこれねあの、ええ、岩波書店の主張によりますとね、ええ、この中華人民共和国、 中華民国、はい、まあ中国と台湾はも、まあ、に一つの中国をまあそれぞれ主張しておって、はい、まあ一方、日本をはじめね、世界各国もこの一つの中国論に異を唱えず、はい、で、中華人民共和国、ややこしいですけど、まあ、中国という言い方しますけど、はい、中国または台湾のいずれかを、はいええ 正当な政府として国交を結んでいますと。はい、これ、まあ説明してます。これ、まあ日本はね、台湾を正式な政府としては認めてな、ね、い国交ないんですけれども、認めて国交を結んでる国もありますよということを説明してます。はい、続けて、<っ>日本は中国が台湾をその領土の一部とする立場を十分理解し尊重するということを、まあ日本が表明してるじゃないですかと。<っ>で、これによって日本は中華民国、台湾との公的関係をまあ終了してですね、 1972年の段階で終了して現在の日泰関係っていうのは政府間じゃなくて非政府間のま実務関係だけになっているじゃないですかというまいうことをまあ主張しているっていうかね説明してるんですけども、はい、その岩波書店としてはですねこうした状況から日中共同声明1972年のですね日中共同声明の項目の記述として実質的に認めたと表現しているそうなんですねまあ、しかしこの記事を執筆したジャーナリストはこうした岩波書店の対応に疑問を抱いているそうですね。 そうなんですよ。まあ、これその実質的に認めてるじゃないかと、こう主張してる岩波書店ですけども、この実質的に認めたっていうのはね、これ事実じゃなくて、解釈じゃないかと。はい。これ解釈ですということは岩波側も認めてるんですよ。これは我々の解釈ですと。というふうに認めてるんですけども、まあその解釈を、 誤りとは考えてませんということを表明したわけなんですけども、ね、この筆者の野島さんが問題してるのは、解釈が正しいのか誤ってるか、そこが問題なんじゃなくて、辞典でしょ、辞書でしょ、はい、辞書にその解釈を 乗っけていかにも事実かのように乗っけるのはいかがなことでしょうかとか、はい、書くべきかどうかっていうことの方が論点なんですよということを指摘しているんですね。その書くべきかどうかというのが論点。この点についてもう少し教えていただけますか。はい。確かにね、日本政府は1972年の日中共同声明の交渉の過程でね、えー、まあ中国側が要求した一つの中国台湾も我々の中の中国なんだというそういうまあ主張を承認はしましたと、はい、主張っていうかね、あの中華人民共和国は中国の唯一の の正当な政府という文言でまあ承認しましまた、はい、そこは承認したんだけどもただし、台湾がその中国の領土であるという、はい、部分については、実はこれあの玉虫色にも処理してるんですと。ええ、これね、いろいろ外交的なね交渉で、いろんなこう技術、外交技術を用いたようですけれども、野島さんによるとね、ものすごくこう文章的に練、ねね、って練って、たどり着いた文言っていうのが、理解し尊重すると。そういう文言だったわけなんですね。はい で,で、あの、台湾が中国の領土であるということを承認するというような文言は、この共同宣言の中には入ってないんですよね。はい。あくまでも玉虫色で、日本からしたら、いや別にそれを、そこを認めたわけじゃないんですよ。でも、文言の取り方によっては、中国側からしたら、もう日本も認めてるんだというふうにも、お互い今主張できるような玉虫色の言葉にしたと。えー そういう解釈の余地を残している。それがまあ外交上の技術なんだということをまあ説明してるんですけどね。はい、えー。日本政府はですね、この理解し尊重するという表現、これどのように解釈したんでしょうかはい。日本政府の立場としては、中国がね、そういうふうに、その台湾は自分たちの領土であるというふうに主張することは、うん、まあ、承知してますよ。はい。わかりました。はい。そこは承知してるんですけども、反対も別に唱えません。はい。でも、 別にあの、最終解決としてね、台湾が中国の領土になったというような事実はないじゃないですかと、それ事実はないじゃないですかということは、外交上大きな声では言えませんけれども、日本政府の立場としては、 中国が言ってることだけは分かりました。そこは承認します。ということだけで収めてるということなんですよね。ええ、なので、政府としてね、そういう、まあ、玉むしろにしているところを、岩波書店が独自の解釈で事実であるかのように、<ー>日本が認めたというふうに記述することは、はい、これに、ね、あくまでもその実質的にという言葉を加えてますけどもね、時点、ええとしては書きすぎじゃないかということを、あ<ー>まあ、筆者の人は言ってるんですけどね。はい、そしてもう一つです。岩波書店の声明や工事園の記述に欠落していることがあるそうですね。これも、ねあの 野島さん、強く主張してるんですけれども、まあ、法債等ね、お読みの方だったら、よくよくご存知だと思うんですけれども、台湾っていうのはここもう近年、ものすごい民主化の動きがね、運動がすごく激しく展開されています、はい、なのに、広辞苑のね、台湾という項目がまた別にあるんですけれども、ええ、そこにはそういう民主化についての動き、運動、何の説明もないそうなんですよね。ええ、台湾でこうずっとね、民主化の動きがあるということをちゃんと記述して、それを踏まえた上での、まあ、共同宣言の、ね、説明っていうことだったら、まだ、 っていうところがあるんですけどもね。台湾、1990年代からも20年以上にわたって、ずっと選挙によって民主的な意思決定を行ってきたと。はい、そういう事実がある。そのプロセス、選挙のプロセスには中国は直接には何も関わってないんだと。はい まあだから台湾を国として承認するべきということを、筆者の人は言ってるわけじゃないんですけどね。ええ、そういう経緯をちゃんと時点である工事園は踏まえるべきなんじゃないでしょうかということなんですよね。うん、はい。まあ、そもそもその台湾の貴族問題というのはかなり複雑な問題と言えますから、表現はこの慎重にすべきということなんですかね。うん まあそうですよね。あの、えーまあ、今の説明だけでもね、やっぱり複雑だなっていうのはご理解いただけるかと思うんですけども、はい、これあの、語る側のね、立場、まあ台湾側に立って語る立場、はい、あるいは中国側に立って、 語る立場、この問題はね。はい、これやっぱ立場によっても議論が全然ね、うん、異なってくるんで、ええ、で、おそらく現状では永遠に噛み合わない議論がずっと続くんで、ええ、もう終わりがない議論がずっと続く。それだけこう問題が複雑なので、ええ、やっぱり慎重に扱うべきじゃないんでしょうかと、それを、はい、 自、ええ、もう示園っても日本国民。これ台湾でもものすごい人気がある時点なんだそう園は。高は<ー>で、台湾でもう公示園みたいな辞書を出すべきだという、そういう運動もね、かつて起こったほど、ものすごい信頼が置かれている時点、辞書なのに、ええ 解釈というだけで、そういう記述をしてしまってはどうなんでしょうかと。うん、で、なおかつ、ものすごい抗議も来てる、いろんなこう意見が出てるんで、はい、まあせっかくに版を変えるタイミングもあるんだから、うん、まあちょっと見直すことも考えた方がいいんじゃないか。いろいろね、過去に抗議受けて、版、うん、じゃないけども、すりを変えるときにね、増刷<ー>するときに、はい、 訂正したりっていうことも、工事園、台湾関係でもね、過去あったようなんですよ、ね。はい、まあそういう過去もあるんで、今回もちょっと考えた方がいいんじゃないでしょうか、ということを、えー、筆者の人は強く主張しています。まあ今回もその、第6班から第7班に改定するという時期、これなかなかね、あの、じゃあすぐに変えられますって問題じゃないですものね。そうですね。非常にこのあたり、まあ工事園だからこそっていうこともあるんでしょうね。そうですね。まああんまりこう、ね、えー、馴染みのない、ただの、 ただのって言ったらなんですけどね、えー、国語辞典、まあ、うちの会社も辞典作ってますけども、まあ、新、えー、まあ、そういうよりも、やっぱり広辞苑だからこそ、これだけのも社会問題になっていると、えー、先ほども言いましたよう、ね、に、台湾の中での広辞苑の人気っていうのがすごくやっぱ大きいので、えー、そういう台湾の人たちの心を踏みにじるような行為にもなってるんじゃないでしょうか、えー、ということも、この人、記事の中で書いてるんですけど、ねえー、まあこと関して、中国と台湾の問題ですからね、ねえー、難しい問題です、これは。ははい今朝は新の会員制国際情報 サイトフォーサイト編集長、内小橋重人さんにお話を聞きました。内小橋さん、ありがとうございました。ありがとうございました。